ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。いやあ、みんな今日も見てくれてありがとうだよ。今回は、邪馬台国がどこにあったのかについて解説していくぜ。なんだか難しそうだけど、面白そうだよね。そうだぜ、霊夢。今日は、日本の歴史好きにはたまらない話題だぜ。邪馬台国って聞いたことあるか？もちろんよ。でも、正直よくわからないわ。どこにあったのかで論争があるんでしょ？その通りだ。邪馬台国の場所をめぐって、100年以上も学者たちが議論を続けてるんだぜ。すごいだろ？え？ 100 年以上も？なんでそんなに長引いてるの？それがな、古代の記録が少ない上に、解釈が分かれるからなんだ。でも、この論争を通じて、実は古代日本の姿がだんだん見えてきてるんだぜ。ええー、そうなんだ。でも、どうして邪馬台国ってそんなに重要なの？いい質問だぜ、霊夢。邪馬台国は、日本の国家形成期の重要な鍵なんだ。ここを解明できれば、日本の起源や古代の姿がもっとはっきりするかもしれないんだぜ。わあ、すごい。じゃあ、今日はその謎に迫るのね。楽しみだわ。そうだぜ。今日は邪馬台国論争を超えて、古代日本の真実に迫ってみようぜ。みんな、準備はいいか？ねえマリサ、邪馬台国論争って一体いつから始まったのかしら？何か歴史の教科書で見た気がするんだけど。よく聞いてくれたな、霊夢。実はこの論争、本格的に始まったのは、1910年なんだぜ。明治時代の終わり頃だな。意外と最近なのね。でも、それまでは邪馬台国のことって誰も気にしてなかったの？いや、そういうわけじゃないんだ。江戸時代の学者たちも、邪馬台国について考えてたんだぜ。例えば、荒井白石って人が大和国説を唱えたりしてたんだ。ふーん、じゃあ1910年に何か特別なことがあったのかしら？そう、きっかけは、京都帝国大学の内藤湖南って学者が、卑弥呼公って本を出したことなんだ。そこで、邪馬台国は畿内にあったって主張したんだぜ。畿内ってことは、今の奈良や大阪のあたりってことよね？なんか有名な遺跡でもあったの？鋭いな、霊夢。実は、纏向遺跡っていう大規模な遺跡が見つかってたんだ。これが、畿内説の重要な根拠になってるんだぜ。なるほどね。でも、みんながその説に賛成したわけじゃないんでしょ？その通りだ。内藤の説に真っ向から反対したのが、東京帝国大学の白鳥倉吉って学者なんだ。え、対立しちゃったの？どんな風に反対したの？白鳥は、邪馬台国は九州にあったって主張して、大和の女王卑弥呼公って本を出したんだぜ。九州にも、当時の遺跡がたくさんあったからな。まあ同じ年に摩楽の説が出されたってわけね。そりゃ大騒ぎになるわよね。そうなんだ。これがきっかけで、京都学派と東京学派って呼ばれる二つの派閥が生まれたんだぜ。両方とも一流の学者たちばかりだったからな、議論は白熱したんだ。ふん、でも、どうしてそんなに対立しちゃったの？証拠を見れば、どっちが正しいかわかるんじゃないの？それがな、両方とも自分たちの説に自信があったんだ。考古学的な証拠や古い文献の解釈をめぐって、激しく議論を戦わせたんだぜ。でも、決定的な証拠がなかなか見つからなかったんだ。ええから。でも、そんなに議論してれば、そのうち決着がつくんじゃないの？新しい発見とかあったりしないの？がーん、そこがミソなんだぜ。この論争、なんと100年以上経った今でも続いてるんだ。新しい発見があるたびに、両派がそれぞれ自分たちの説を補強する材料にしちゃうんだよ。100年以上も？どうしてそんなに長引いちゃったのよ。みんな疲れないの？理由はいくつかあるんだ。まず、決定的な証拠が見つかってないってことだな。それに、この問題が日本の起源に関わる大事な話だから、簡単には決着がつかないんだぜ。なるほど。でも、そんなに長く論争が続くと、何か良いこととか、悪いこととかあるの？あるとも。この論争のおかげで、古代日本の研究が進んだんだ。考古学的な発掘も盛んになったし、古い文献の研究も深まったんだぜ。でも、デメリットもあってな。デメリットもあるの？どんなこと？例えば、この論争に集中しすぎて、他の重要な歴史の問題が見過ごされちゃうこともあるんだ。それに、一般の人には難しすぎて、歴史離れを招いちゃう可能性もあるんだぜ。なるほど、結局、邪馬台国がどこにあったかって、今でもわからないってことなのね。ちょっと残念な気もするわ。そういうことだ。でも、この論争を通じて、古代日本の姿が、だんだん見えてきてるってのも事実なんだぜ。これからも、新しい発見があるかもしれないしな。わぁ、なんだかワクワクしてきたわ。歴史って奥が深いのね。私たちも、もっと勉強してみたくなっちゃった。そうだぜ、霊夢。だからこそ、俺たちもいろんな説をよく聞いて、自分で考えることが大切なんだ。
歴史は生き物みたいなもんでな、新しい発見で常に書き換えられていくんだぜ。そっか、じゃあ私たちが大人になる頃にはもしかしたら邪馬台国の謎が解けてるかもしれないわね。ねえマリサ、魏志倭人伝ってよく聞くけど、そもそもこれって何なの？よく聞いてくれたな、霊夢。魏志倭人伝は、3世紀末に、中国の歴史家、陳寿が書いた、三国志の一部なんだぜ。三国志の一部なんだ。でも、三国志って、劉備とか曹操とか出てくる物語じゃないの？そうそう、その三国志だ。でもな、歴史書としての三国志は、物語じゃなくて、実際の出来事を記録したものなんだぜ。そうなんだ。じゃあ、どうして日本のことが書かれてるの？そりゃあな、当時の中国が、周辺の国々のことを調べてたからさ。和人、つまり古代日本人のことを記録したんだ。ふーん。で、その陳寿って人はどんな人なの？陳寿は、精神って国の歴史家で、かなり優秀な人だったんだぜ。彼が書いた、三国志は、中国では、正史として重んじられてるんだ。正史？それってどういう意味？正史ってのは、公式の歴史書って意味さ。つまり、かなり信頼性が高いってことだな。なるほど。でも、陳寿は日本に来たことあるの？いや、実はそうじゃないんだ。陳寿自身は、日本に来たことはないんだぜ。え？じゃあ、どうやって日本のことを書いたの？それがミソでな。陳寿は、中国に来た和人の使者や、日本に行ったことがある中国人の話を元に書いたんだ。伝聞情報みたいなものなのね。じゃあ、魏志倭人伝の中身はどんなことが書かれてるの？主に、三つのことが書かれてるんだ。まず、和国への道のりと、地理的な情報。次に、当時の日本の習慣や文化。そして最後に、邪馬台国の女王、卑弥呼のことだぜ。結構いろんなこと書いてあるのね。例えば、どんなこと？そうだな、例えば、当時の日本人は入れ墨をしてたとか、米を作ってたとか、女王が鬼道を使ってたとか、そんなことが書かれてるんだ。わぁ、なんだかロマンがあるわね。でも、なんで今でもこの本が重要なの？それはな、3世紀の日本の様子を知るための貴重な資料だからさ。日本には、この時代の文字資料がほとんどないんだ。そうなの？じゃあ、これがなかったら古代日本のことわからないってこと？そうだな。ただし、注意しなきゃいけないのは、これは、中国人の視点で書かれてるってことだぜ。だから、ちょっと誇張があったり、誤解があったりする可能性もあるんだ。なるほど、でも、それでも重要な資料なのね。そうさ。例えば、邪馬台国の場所を特定しようとするときにも、この魏志倭人伝の記述が大事になってくるんだ。だから邪馬台国論争にも繋がってるのね。でも、どうしてその場所がわからないの？それがな、魏志倭人伝に書かれてる距離や方角が、現代の日本地図と合わないんだよ。だから、解釈によって、九州説や畿内説に分かれちゃうんだ。そっか、難しそうね。他にも難しいところある？例えば、当時の発音の問題もあるな。中国語の発音と日本語の発音が違うから、地名や人名の特定が難しいんだ。なんだか奥が深そう。でも、古代日本のことがわかるって、ちょっとワクワクするわね。そうだろ？歴史ってのは、こういう断片的な情報を組み合わせて、昔の様子を想像していくんだ。魏志倭人伝は、その重要なピースの一つってわけさ。なんだか歴史の探偵になった気分。もっと詳しく知りたくなってきたわ。ねえマリサ、邪馬台国の場所ってまだわかってないんだよね？どうしてなの？そうだな、霊夢。邪馬台国の場所については、今でも九州説と畿内説の、二つの有力な説があって決着がついてないんだぜ。どうしてそんなに意見が分かれちゃうの？それはな、魏志倭人伝以外にも、いくつかの中国の文献が関係してるからなんだ。例えば、隋書、旧唐書、新唐書なんかがあるぜ。いろんな本があるのね。でも、その本たちはなんて言ってるの？まず、隋書っていう本では、和国は、百済や新羅の東南にあって、大海の中の山島にあるって書いてあるんだ。それじゃあ日本のことよね。でも、それだけじゃ場所はわからないわよね。そうそう。でもな、隋書には、もっと詳しいことも書いてあるんだ。例えば、和国の境界は、東西五月行き、南北三月行くって書いてあるんだぜ。それってどういう意味？簡単に言うと、和国の大きさのことだな。東西に5ヶ月、南北に3ヶ月かかるって意味さ。そんなに大きいの？そこがミソでな。この大きさだと、日本列島全体を指してる可能性が高いんだ。つまり、隋書の時代には、和国イコール日本全体って認識だったんじゃないかってことさ。から。じゃあ、他の本は？旧唐書と新唐書も興味深いことを言ってるんだ。これらの本では、和国と日本を別々の国として扱ってるんだぜ。別の国？それってどういうこと？
これには諸説あるんだが、一つの解釈としては、和国、邪馬台国と、後の邪馬台朝廷を別のものとして認識してた可能性があるんだ。ふーん。でも、それって九州説に有利ってこと？そう考える人もいるな。でも、畿内説を支持する人たちは別の見方をするんだ。どんな見方なの？例えば、随所には、や尾体に都すって書いてあって、これは、岸和神殿の横島馬台のことだって明記されてるんだ。これは畿内説の根拠の一つになってるぜ。なるほど。でも、どっちが正しいの？そこが難しいところなんだ。九州説は、岸和神殿の距離や方角の記述と、当時の遺跡の分布がよく合うって言ってる。一方、畿内説は、大和朝廷につながる政権の中心地として、奈良のあたりが適切だって主張してるんだ。どっちもそれっぽく聞こえるわね。そうなんだ。でも、どちらの説にも問題点があるんだぜ。どんな問題点があるの？九州説の場合、後の大和朝廷との連続性をうまく説明できないって問題があるんだ。畿内説は、岸和神殿の距離や方角の記述とうまく合わないって難点があるぜ。そっか、結局、どっちも決定的な証拠がないってことなのね。その通りだ。それに、これらの中国の文献も、必ずしも正確とは限らないんだ。中国から見た日本の姿を記録したものだからな。じゃあ、どうやって真実を知ればいいの？それが研究者たちの挑戦なんだぜ。文献研究だけでなく、考古学的な発掘調査や、当時の政治状況の分析なんかも合わせて、少しずつ真実に近づこうとしてるんだ。ええから、すごいわね。でも、いつかはわかるの？正直言って、完全に解明するのは難しいかもしれないぜ。でも、新しい発見があるたびに、少しずつ古代日本の姿が明らかになっていくんだ。なんだかロマンがあるわね。私も古代の謎解きに参加してみたくなっちゃった。その意気だぜ、霊夢歴史の謎を解くのは、まさに探偵のような仕事さ。これからも新しい発見があるかもしれないし、今の定説が覆される可能性だってあるんだ。ワクワクする話ね。これからも邪馬台国の謎について、もっと勉強してみたいわ。そうだな。大切なのは、一つの説に固執せずに、いろんな可能性を考えることだぜ。そうすることで、古代日本の多様な姿が見えてくるかもしれないからな。ねえマリサ、岸和神殿に書かれてる古代日本の人たちって、どんな暮らしをしてたの？お、いい質問だぜ霊夢。岸和神殿には、当時の日本人の生活がかなり詳しく書かれてるんだ。へえ、どんなことが書いてあるの？まず目立つのが、入れ墨の習慣だな。男も女も、体に入れ墨をしてたらしいぜ。え？みんな入れ墨してたの？なんでそんなことするのよ。実はな、これには理由があるんだ。岸和神殿によると、昔は太陽や水鳥から身を守るためだったんだぜ。魚や鳥から身を守る？どういうこと？当時の人々は、海に潜って魚を捕まえたりしてたんだ。入れ墨は一種のお守りみたいなもので、危険から身を守ると信じられてたんだぜ。へえ？そうなんだ。でも、痛そう。そうだな。でも面白いのは、後になると入れ墨が身分の印になったらしいんだ。位が上の人ほど、大きくて複雑な入れ墨を入れてたんだぜ。ふーん、今でいう勲章みたいなものかしら。でも、どんな模様を入れてたの？残念ながら、具体的な模様については書かれてないんだ。ただ、左右や大小で差をつけてたらしいぜ。なるほど。じゃあ、服装はどうだったの？服装についても面白いことが書かれてるぜ。男も女も、布を体に巻きつけるだけの簡単な服を着てたらしいんだ。え、そんな簡単な服なの？そうそう。縫い目はほとんどなくて、頭から被るタイプだったみたいだぜ。横幅って書いてあるから、今でいう浴衣みたいな感じかもしれないな。へえ、今みたいにボタンとかチャックとかないのね。夏は涼しそうだけど、冬は寒くないの？それがな、岸和神殿には、和地温暖って書いてあるんだ。つまり、日本は暖かい土地だって認識されてたんだぜ。そっか、今より暖かかったのかもね。他に変わった習慣はあるの？うん、例えば食事の仕方が面白いぜ。手で食べてたらしいんだ。え？お箸とかお皿とかなかったの？瓶筒っていう高槻は使ってたみたいだけど、基本的には手づかみだったんだ。それと、生野菜を食べる習慣があったらしいぜ。生野菜？でも、当時って衛生状態悪かったんじゃないの？そこがミソでな。生野菜を食べられるってことは、意外と衛生状態が良かったのかもしれないんだ。あと、酒好きだったって書いてあるぜ。へえ？意外だわ。じゃあ、社会の仕組みはどうだったの？社会制度で特に目立つのが、一夫多妻制だな。身分の高い人は4から5人の妻を持ち、普通の人でも2から3人の妻がいたらしいんだ。ええ？それって、女性にとっては辛い制度じゃないの？実はな、岸和神殿には、夫人は淫せず、嫉妬せずって書いてあるんだ。
つまり、女性たちは互いに争わなかったらしいぜ。へえ、から、でも本当にそうだったのかしら。他の面でも女性の地位は低かったの？そこが面白いところでな。例えば、卑弥呼という女王が強大な権力を持ってたって書かれてるんだ。そうよね、卑弥呼は有名よね。でも、どうやって権力を得たの？魏志倭人伝によると、卑弥呼は、鬼道を使えたらしいんだ。これは一種のシャーマニズムみたいなもので、霊的な力を使って人々を導くってやつさ。へえ、占いとか霊能力みたいなものなのね。そうそう。それと、普通の人たちも占いをよくしてたみたいだぜ。普通の人も？どんな占いをしてたの？骨を焼いて、そのひび割れ方で吉凶を占ったんだ。これを、亀卜って言うんだぜ。何か重要なことを決めるときは、必ずこの占いをしたらしい。へえ？今の占いとは全然違うのね。でも、なんでそんなに占いを信じてたの？当時の人々にとって、自然は脅威だったからな。占いは、その不安を和らげる役割もあったんじゃないかと思うぜ。なるほど、じゃあ、卑弥呼以外の女性たちの暮らしはどうだったの？そこがはっきりしないんだ。卑弥呼は特別な存在だったみたいだけど、普通の女性がどんな立場だったかは、あまり詳しく書かれてないんだぜ。そっか。でも、女王様がいたってことは、女性も活躍できる社会だったのかな。そう考えることもできるな。ただ、卑弥呼の後を継いだのも伊予って女性だったから、何か特別な事情があったのかもしれないぜ。へえ？古代の日本って意外と複雑な社会だったのね。でも、この魏志倭人伝、全部信じていいの？いい質問だぜ、霊夢。実はな、この資料には注意して読まなきゃいけない部分もあるんだ。え？どういうこと？まず、これは中国人の目から見た、日本の記録だってことを忘れちゃいけないぜ。それに、著者の陳寿は、実際に日本に来たわけじゃないんだ。え、来てないの？じゃあ、どうやって書いたの？おそらく、中国に来た和人の使者や、日本に行ったことがある中国人から聞いた話を元に書いたんだと思うぜ。そっか、じゃあ、ちょっと間違いがあるかもしれないのね。そうだな。でも、当時の日本の様子を知る、貴重な手がかりであることは間違いないぜ。これをもとに、考古学的な発見と照らし合わせながら、古代日本の姿を解明していくんだ。なるほど。歴史って奥が深いのね。もっと知りたくなっちゃった。その意気だぜ、霊夢。これからも一緒に古代日本の謎を追いかけていこうぜ。きっと、まだまだ面白い発見があるはずだ。ワクワクする話ね。これからも邪馬台国の謎について、もっと勉強してみたいわ。そうだな。大切なのは、一つの説に固執せずに、いろんな可能性を考えることだぜ。ねえマリサ、邪馬台国論争ってずっと続いてるけど、これってどういう意味があるの？いい質問だぜ、霊夢。邪馬台国論争には、確かに意義があるんだ。どんな意義があるの？まずな、この論争のおかげで、古代日本の研究が進んだってことが大きいぜ。研究が進んだ？どういうこと？例えば、考古学的な発掘調査が盛んになったり、古い文献の研究が深まったりしたんだ。邪馬台国の場所を特定しようとして、いろんな地域の遺跡を調べたからな。なるほど。でも、まだ結論は出てないんでしょ？そうだな。ただ、結論が出てないからこそ、新しい発見があるたびに議論が活発になるんだぜ。そっか。でも、ずっと同じ議論を繰り返してるだけじゃないの？確かに、そういう面もあるな。それが論争の限界とも言えるかもしれないぜ。限界？どういうこと？つまりな、邪馬台国の場所を特定することだけに固執しすぎて、他の重要な問題を見逃してしまう可能性があるんだ。ああ、なるほど。他にどんな重要な問題があるの？例えば、古代日本の社会構造とか、他の地域との交流とか、文化の発展過程とかだな。これらを総合的に理解することが、実はもっと重要かもしれないんだぜ。ええ？じゃあ、邪馬台国の場所を探すのはやめた方がいいの？いや、そうじゃないぜ。邪馬台国の場所を探すのも大切だ。ただ、それだけじゃなくて、もっと広い視点で、古代日本を見ていく必要があるってことさ。なるほど。じゃあ、これからどうやって研究を進めていけばいいの？そこがポイントだな。これからは、考古学的な発見と文献研究を融合させていく必要があるぜ。考古学と文献研究の融合？それってどういうこと？つまりな、遺跡から出土したものと、古い文献に書かれていることを照らし合わせて、総合的に解釈していくってことさ。具体的にはどんな風に？例えば、魏志倭人伝に書かれている生活様式と、実際の遺跡から出土した生活用品を比べてみるんだ。それで、文献の信憑性を確認したり、逆に文献から異物の用途を推測したりできるんだぜ。なるほど、でも、それって難しそう。確かに難しいさ。でも、そうやって少しずつ古代日本の実像に迫っていくんだ。
古代日本の実像化、魅力的ね。他にも新しい研究方法はあるの？そうだな。最近注目されてるのが、自然科学的な方法を使った研究だぜ。自然科学？歴史と何か関係あるの？あるんだぜ。例えば、年代測定の技術が進歩して、遺物の年代をより正確に特定できるようになったんだ。すごいね。他には？ DNA 分析とかもあるな。古人骨の DNA を調べることで、当時の人々の移動や交流の様子がわかるかもしれないんだ。わぁ、まるで歴史のミステリーを解くみたい。でも、そういう新しい方法を使っても、邪馬台国の場所はわかるの？正直言って、完全に特定するのは難しいかもしれないぜ。でも、それよりも大切なのは、古代日本の全体像を理解することなんだ。全体像？どういうこと？つまりな、邪馬台国がどこにあったかだけじゃなくて、なぜそこに国ができたのか、どんな人々が住んでいたのか、他の地域とどんな関係があったのか、そういうことを総合的に理解することが大切なんだぜ。なるほど。邪馬台国だけじゃなくて、古代日本全体を見ていくってことね。それも重要だけどな、もっと大切なのは、当時の日本社会全体を理解することなんだぜ。日本社会全体？どういうこと？つまりさ、邪馬台国の人たちがどんな暮らしをしていたのか、どんな文化を持っていたのか、他の地域とどんな関係があったのか、そういうことを総合的に理解することが大切なんだ。なるほど。でも、それってどうして大切なの？それはな、私たちの祖先の生活や文化を理解することで、今の私たちにもつながる何かが見えてくるかもしれないからさ。私たちにもつながる何か？そうだぜ。例えば、古代の人々がどうやって困難を乗り越えてきたか、どんな知恵を持っていたかを知ることで、今の私たちの生き方のヒントになるかもしれないんだ。そんな深い意味があったのね。他にも理由はあるの？もう一つ重要なのは、歴史研究の本質的な目的を再確認することだぜ。歴史研究の本質的な目的？なんだろう？簡単に言えば、過去を知ることで現在をよりよく理解し、未来への指針を得ることなんだ。ちょっと難しいわね。もう少し具体的に説明してくれる？そうだな、例えば、邪馬台国時代の人々がどうやって、共同体を作り上げていったかを知ることで、今の社会の課題解決のヒントが得られるかもしれないんだぜ。なるほど、過去から学んで、今に生かすってことね。そういうことだ。だからこそ、邪馬台国の場所を特定することだけにこだわるんじゃなくて、もっと広い視点で研究を進めていく必要があるんだぜ。わかったわ。じゃあ、これからの研究はどんな方向に進んでいくの？まずは、考古学的な発掘調査と文献研究をもっと融合させていくことだな。遺跡から出土したものと古い文献に書かれていることを照らし合わせて、総合的に解釈していくんだ。それって難しそう。確かに難しいけど、そうやって少しずつ古代日本の実像に迫っていくんだぜ。それに、最近は自然科学的な方法も取り入れられてきてるしな。自然科学？例えばどんなこと？例えば、DNA 分析とかだな。古人骨の DNA を調べることで、当時の人々の移動や、交流の様子がわかるかもしれないんだ。わぁ、すごい。他にも新しい方法はあるの？そうだな、AI や機械学習を使った研究も始まってるぜ。大量のデータを分析して、今まで気づかなかったパターンを見つけ出すとかな。歴史研究って、意外とハイテクなのね。そうなんだ。でも、大切なのは新しい技術を使いつつも、常に、人間の歴史を見失わないことさ。人間の歴史？どういうこと？つまりさ、データや物証だけじゃなくて、そこに生きた人々の思いや願い、喜びや苦しみにも目を向けるってことだぜ。なるほど。古代の人々の気持ちを、想像しながら研究するってことね。それに、日本だけじゃなくて、東アジア全体の中で、日本がどういう位置にあったのかを考えることも、大切になってくるぜ。そんな広い視野が必要なんだ。でも、そうやって研究を進めていけば、いつかは、古代日本の姿がはっきりするのかな？完全に解明するのは難しいかもしれないけど、少しずつ真実に近づいていくことはできるはずだぜ。それに、新しい発見があるたびに、また新しい謎が生まれるかもしれないしな。新しい謎？そうさ。歴史研究って、答えが出るたびに、新しい疑問が生まれるもんなんだ。だからこそ面白いんだぜ。なるほど。じゃあ、私たちにできることってあるのかな？もちろんあるさ。まずは、古代の歴史に興味を持ち続けることだな。そして、新しい発見や研究成果に注目していくこと。それだけ？何か直接的なことはできないの？いや、もっと積極的に関わることもできるぜ。例えば、地域の歴史や文化財に関心を持って、保護活動に参加するとか、歴史系の博物館に行って学ぶとかさ。
そっか、私にもできることがあるのね。歴史は一人で研究するもんじゃない。みんなで議論し、考えていくものなんだ。わかったわ。これからは、もっと積極的に古代日本の歴史に関わっていきたいな。その意気だぜ、霊夢。古代日本の謎解きは、まだまだ続くってわけさ。一緒に歴史の探検を楽しもうぜ。うん、楽しみだわ。ありがとう、マリサ。いろいろ教えてくれて。いつでも聞いてくれよ。歴史は過去のことを学ぶんじゃなくて、未来につながる大切な知恵の宝庫なんだ。これからも一緒に学んでいこうぜ。ということで、今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。